はい今回は食品の値上げラッシュをうまく隠すからくりのステルス値上げについて考えてお伝えしていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますあの皆さんに何回かお伝えしたことあるんですけどまあ、僕もですね まああのまあ、仕事とかがなくて、えーまあ、家に、まあ、いるときはです、ねまあ、近くのスーパーにあの頃合いを見計らって、まあ、お値段がお安くなっているときに、ねえーまあ、買い物に行くんですよ、まあ、1週間に1回とかぐらいでその時とかにも思ったことがあるんですがこの完全に、えー、この <coughs> ステルス値上げとか 量を減らしたりとか、そういうことをしていると、僕、気がついたことがあるんでね、ちょっとすみません、人間が成功いなとかって思われるかもしれないんですが、数週間前もありましたね、結局、なんていうのかな、それを買うのをやめたんですけど、皆さんにどういうふうに思われるかわからないですけど、スーパーとかに寿司とかあるじゃないですか。寿司が確かね 5個入りぐらいで2 0 0何十円とかだったと思うんですけどで、まあ、その行く時間によってね、まあ、その寿司がなんか40%とかになるんで、まあ、たまに買っていたんですけどその寿司がね、えー、5個入りだったのが4個入りになってね あ、マジかよって、なんか1個減ったなと思って、それでなんか心がちょっとあの折れてですねえ、買わなかったこととかもあるし、まあ、そんなことを思ってる、まあ、僕の、まあ、個人的なっていうこと、あとはま、まあ、そのニュースにもなってるっていうことで,で、この物価高っていうのがひどいわけじゃないですか、でそんなことをちょっと今回えお伝えしていこうと思うので、今回もよろしくお願いいたします。まあ、皆さんもそう思ってる方いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。 ね、先ほどの寿司が確か5個入ってたものが4個になったっていうのは明らかなんですけど、まあ、それ以外に僕思うことがあって、まあ、ちょっとせこいなと思われてあ,のあれかもしれないですけどなんかここもね、えーまあ、ど,うどうですかね数ヶ月、まあ、あ,るあるいは数年ぐらいであのたまにお菓子買ってるんですけどお菓子が日に日に小さくなってる気がするんですよあのポテチとかでもそうですけど前はなんかそんなことはなかったんじゃないかとかね でえー、なんか日に日にお菓子が小さくなっていく気がしてね。 なんかあの買う前とかにこうなんか指で長さをは測ったりとかたまにしてるんですけどでなんか眼鏡が曇ってるのかなとか思って眼鏡拭いたりして、えー、見てるんですけど明きかが小さくなってるんで小さくなりすぎじゃないかと思ってねで僕はまあ小さくなったり、ま、したらなんかちょっとシュンとしてしまうんでそのお菓子を買わなかったりさっきの、ね、寿司が5個入ってる時に4個になったら買わなかったりっていう、まあ、ちょっとすいません人間が小さいなと自分であの思うんですけど、まあ、そんなまあ僕なんですけど、まあ、皆さんどういうふうに思われるかなとかって思うんです まああの <laughs> まあ、そういった人もいるし、実はそうではない人っていうのも、まあ、いるということなんですけど、まあ、ちょっと気になる、まあ、ニュースの記事があるんでね、まあ、そちらを、まあ、お伝えしていきます、まあ。真面目な話のつもりなんで、えーまあ、ちょっとなんか、ね、うまく言えなくてすみませんということで,で、例えばどういうことが、まあ、ニュースの記事になっているかというと、こういうことなんですね。 現金給与総額、名目賃金が増加した一方、賃金の伸びは足元の物価上昇に追いついてないのが、まあ、実情だっていうんですが、これってあの給料のね、まあ、その総支給額が上がっても手取りが上がってないから意味がないんですよ。5個5民とか6個4民とかって言ってるわけじゃないですか。で、まあこの物価上昇が追いついてないと。でそう思いますし、でこの まあ食品を中心に値上げラッシュが止まらないということで、上がっているのは食品だけじゃないんですよ。で、えーまあ、この、まあ、ニュースによると、まあ、去年かな、去年は2万5768品目、まあ、3万品目ぐらい値上げしたということで、 今年はあは4月の末で,です、ねまあ、2万1205品目値上がりしているということで、かなり値上がりしているじゃないですか、でも本当にあの、ねえー、物価高で国民生活厳しいなと、まあ、思うということなんですが、値上がりするのは別に食品だけじゃないんですよね、他のものとか、まあ、飲み物とか、まあ、日用品とか雑貨品とか、そういったものもどんどん値上がりするっていうようなことなんですよ。 で、えー、まあこのなんかの調査で聞いたら、これから1年間でまた値上がりするっていうことらしいんですよ。いつまで値上がりするのかって話じゃないですか。もう意味が分かんないなと思うんですけど、でそれに対するね、えー、その消費税を廃止とかもしれないから、もう全くもう意味が分からないと思うんですけど。 値上がりする理由っていうのは、原材料が高騰したりとか、原油高が高騰したりとか、円安とか、そういったいろんなこととか、企業のそういった状態とか、そういうことが言われてるんですけれども、そういうことを要するに国民が気づくわけですよ、僕もそうですし、皆さんもそうだと思うんですが、例えば食品の値上げをすると、ですね値段が上がったなとかって、そういうようなことを国民が気づくから。 だからあの、今度はですね、まあ、これっていうのは別に中小企業、まあ、どうのこうの思うところもありますけど、まあ、中小企業どうのこうのより、まあ、政策だと思いますけどね、政府とか、まあ、岸田の愚策、ね、何も減税とかしない、そういったことだと思うんですけど、えこれからはですね、えー、こう分からないように計画的な値上げをしていこうっていう、まあ、それもまあせこいなと思うんですよ。で、えー、この計画的な値上げをすることによってですね、 まあ僕もそうですし、まあ、リスナーさんもそうかもしれないんですが、あそこまで細かく見てないと、値上げしたことが分からない、分かられづらいような、そういったことを狙っての計画的値上げ、あるいはですね、 まあ中小企業とか、まあ、購入する消費者とかも、値段が値上げするううことに慣れてしまってるんですよ。なか僕みたいな人ってなんか多分せこい人だと思われるんですけど、ね、前は、あまあ、ポテトチップスがど,ど,どうかわからないけど、まあね、80%ぐらいの袋になって、今60%ぐらいになっちゃって、半分ぐらいになっちゃってるんじゃないかなと思って、も食べる気なくしますからね。まあ、ちょっとダイエットしてるんで食うなって話だと思うんですけど。で この、まあ、企業も消,消費者も値上げに慣れてるって言うんですけど、値上げなんて慣れてはいけないんですよ、こんな、ね、値上げ慣れとかね、うん、国民、えー、生活、給料が上がらない、えーねえー、給料下がってるで、物価が上がってるってことで、値上げに慣れてしまってると、もおかしいわけじゃないですか、こういうようなあことね。うん でえーまあ、ずっとこれからも企業がこう計画的に、えーまあ、値上げをしていこうとで、ここなんですよ、本当に、まあ、皆さん、女性のリスナー様もいらっしゃる、えー、聞いていただいていると思うんで、まあ、本当、思われるかもしれないんですが、本当にあの、なんかね、悲しくなるっていうか、憤、まあ、りを感じるとか、そういった話なんですが。 まあ、いわゆるこの食品の値上げラッシュを隠す一つに、このステルス値上げっていうことがあるんですよ。やり方が、あの、まあ、あせこい、えーどう。どういうことかっていうと、値段はそのままなんですよで。さっき僕が言ったように、例えばポテチ、値段はそのままなんですが内容を減らすステルス値上げっていうことで。で、世の中のなんか、あなんていうのかな、その、<laughs> まあ、ブームっていうか、表現に小分けとかって言われるらしいんですよね。だから、小分けをするとか。 だ調味料とかを使い、えーまあ、安いように小分けするとかっていうね。で例えばなんか 300g の豆腐を、まあ、同じ値段で、えーまあ、90g の3パック。300g の豆腐を、えー、90g の3パックにして同じ値段ということは、それ実質値上げしてるわけですよ。だって 300g で、例えばまあからないけど100円だとしたものが、 ね、90g×3 ってことは2 7 0グラ100円になったわけじゃないですか、実質それ3 0ね量を減らして、えー、値上げしたっていうことなんですよ。で、それを隠してるんですよ。小分けって言ってね、扱、うん、いやすいとかね、まあふざけてますから、本当に。お得感をとかってね、別にお得感とかいらないんですよ。本当のにお得だったらいいんですけど、お得感だからね。うん でさっき言いましたけど、実際の容量を減らして値段をそのまま持って値上げしてるわ,わけじゃないですか。本当にねあの、悲しくなりますから、こういうことに気づくと。僕はもうさっきお伝えしましたが、こう気づいたら買わないようにしてるんで、でまあ、ここまで分かったら、あ結構、まあ、すごいなと思うし、僕は分かんないんですけど、実際こう言われてるんですよ。 チョコレートとかがあの大きな袋に入っているパターンあるるじゃなないいですかであの大きな袋に入ってるチョコレートのお菓子とか、えー、値段はそのままで内容があ、まあ、減ると、まあ、あの中に入ってる1個が減るっていうことでいやたった1個かよって思うかもしれないけど例えばねそれを買う人が多くいたらそれだけ、まあそのまあ、企業サイドとして,してみればあ、まあ、そういうのにうまくいったということで別に企業をどう,こうまあ言うわけじゃないんですけど まあ、企業もどうこういうところなのかもしれないけどね。うんまあ、そのそもそも 消費税を、まあ、なくしたりすれば、えー、変わったりするんですが、まあ、それをしないで企業も厳しくなってるかもしれないんですけど何をしているのかというと企業側は消費者に分かられないように気づかれないようにこっそり値上げをしているとね値上げを悟られない努力を重ねるとかねそういうのをだから重ねないでと、まあ、言っても、まあ、日本というのは中小企業が9割で、えー、この物価高、えーまあそのね、中小企業も消費税とかがあってやっていけないんでやっぱりそうなってくると政府とか岸田の愚策なんですよ。 減税をしない消費税をなくさないとかねそういうことだと思うんですけど、まあ、まあ僕もそうですし皆さんもそうだと思うんですが、まあ、消費者目線 消費者視点で言うと、まあ、やることがせこいですよね。わからないように値上げをする。だから、このステルス値上げとかって、うん、さっき言ったように、チョコレートが大きな袋の中に入っていて、1つだけね、えー、減ってるとか、いちいちまさか数数えてな,ないじゃないですか。で多分1個だったら気づかないと思うんですよ。だけど、ポテチとかだったら、明らかに、えー、よもう大きさが減るんで、小さくなってるんで、僕分かりますけど、そういうことをしていると。で僕は、そのリスナー様にお伝えしてますが、別にその経済的にね、えー、あの困窮 してるんで別にわりかし貧乏な方なんで量とかいつも気にして見てるんですけどまああのまあそ,そういうことをしてるまあいやまあせこいことしてんなっていう思うじゃないですか企業のやり方ってせこいなとかって思うんですけどまあ企業もそういう風にしないとやっていけないのかなとかっていうのも思ったりもするんですよ。で あのこの問題は何かっていうと消費者が例えば、えー、気が付くか気が付かないとかそういったことじゃないんですよ。例えば企業がそういうふうにして消費者がわからなかったとしてもねええー 家計のお財布とか金銭状況が厳しくなるということは変わらないわけじゃないですか。うん、だから本当に、うんねえーまあ、やっぱり日本政府の,その政策、岸田の政策でしょうね。うん、国民生活が厳しくなっているにもかかわらず、増税、増税、増税をして、えー、一切の減税をしないと。でえー、今度、企業側も、えー、例えば商品の値上げがなかなかうまく,からで,うまくできないから、分からないように。 えーあのー、ステルス値上げって言って分散して値上げをするとか、ねえー、量を減らして、えー、値段そのままとか、実質の値上げですかね、やることがせこいなとかって思うんですがで、今度テレビとかマスコミを使って、うんあのー、給料、給料が上がったって言いますけど、それあのー、総支給額が上がったのかわからないけど、実質賃金は上がってないんで、手取りはね、えー、そういうことで、えーまあ、その国民が。あ だからその手取りが手取りが下がってい,るい,いたりもするわけですがそれごことに気がつかないようにして、まあ、マスコミも、まあ、そういうことをしてるっていうだから本当にこういった根本的な問題を解決する僕たちの、ね、生活が良くなるんだったら もう消費税をあのやめろって話なんですよ、でそしたら国民全員にね10%オフになるんで、国内消費もよくなるから、でその中小企業も別に消費税っていうのがあの負担が大きくなるんで、えー、楽になるじゃないですか、10%あの消費税を払わなくてよくなる、国民もそうだし、でそうこういったせこいこともなくなるんで。 もう本当こういうね、えーまあ、せっこいステレス値上げとかやめろとかっていうふうに僕、普通に思うんですけど、まあ、あの最近もまたこのことを思ったんでね、で本当にあの政治とかなんとかって言いますけど、こういうことを真面目に国民のことを考える、まあ、議員とか政治家とかいないのかって思いますよね。まあ、僕は 男でそんなにまあ行かないですけどたまに週に1回とかですけど見たりもしますがねそのリスナー様で女性の方とかあとよくその買い物行く方とか多分思うことっていろいろあると思うんですよ。でねたまにしか行かない僕はそのスーパーでそんなことを思うんでそう思ってお菓子を買うのをや,やめたりしますからねああまた減ってるなぁと思ってね。うん まあそんなことと思うちょっとすいませんあのまあ人間が小さいんですけど、まあ、愚痴ののようなここととをちょっと話ししてみましただかこの食品の値上げラッシュですねだどん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 値上げラッシュしてるんですけどそれを隠してるのはこのステルス値上げって言ってね値段そのままで量を減らしたりとか、まあ、そういうことをやってるっていう、まあ、ことなんで、えー、僕たちの生活が良くなるためにはやはりえ消費税減税消費税撤廃をしないといけないし、えー、よりよくね消費が良くなるためにはこういうこともなくなればいいと、まあ、そんなことを思ってお話ししてみました。 何かしら共感していただけるものがあれば何よりですということで今回はこ動終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします